平野紫耀、神宮寺勇太・岸じ太のダンス動画が同時投稿で SNS を席巻。ファンからの期待高まる3人で踊る姿。日本の人気アイドルグループナンバー I のメンバーである平野紫耀、神宮寺勇太・岸ゆ太が二十四が24日にそれぞれの SNS を通じてダンス動画を公開し、オンライン上で大きな話題となっている。この意外性に富んだ同時投稿は、 ファンからの熱い期待を一心に受け、SNS 上で多くの反響を巻き起こしている。平野市洋人宮寺ゆうたきしゆうたダンス動画公開。メンバーそれぞれが個別にダンサーのキャズセファイヤーと共に、世界的なアーティストであるジャスティン・ビーバーのピーチズに合わせて踊る姿を披露したこのダンス動画は、彼らのファンを中心に大きな反響を呼んでいます。 これまでグループとしての活動が主だったため、メンバーが一緒に踊る機会が少なかったこともあり、この同時投稿はファンにとって嬉しいサプライズとなりました。25日には、トベに所属するアーティストが生配信で集結するイベント、1ビンが開催されることが予告され、平野耀は SNS 上で、親 u Again Tomorrow。 と呼びかけ、これからの展開に期待を高めています。このイベントがメンバーたちの新たな一面やグループとしての今後の展望について明らかにされる可能性があり、ファンたちはますます興奮を覚えていることでしょう。ファンからの熱い反応、ダンス動画が同時に公開され、 それぞれのメンバーが個性的かつ洗練されたダンススキルを披露したことで、オンライン上で大きな盛り上がりを見せました。特に、ツイッター上では、3人で踊ってる姿も見たい、最高すぎる、全員ダンスうまい、明日が楽しみ、無限ループが止まらない、など、多くの声が寄せられています。 これにより、彼らのダンス動画が瞬く間にトレンド入りし、ファンたちの期待が急上昇しています。ル o b e イベントへの期待。25日の10 b e イベントでは、トベ所属アーティストたちが一堂に会する様子が生配信で伝えられる予定です。 このイベントがナンバーアイのメンバーたちにとってどのような発表やパフォーマンスをもたらすのかファンたちは興味津々であり SNS 上では今後の展開に対する憶測や期待が交錯しています特に3人が一緒に踊る姿が実現する可能性については大きな注目を集めていますグループとしての新展開 ナンバー i はこれまでグループとしての活動が中心でしたが、個々のメンバーがソロでの活動やコラボレーションを展開する中で新たな魅力が発見されています。このダンス動画の同時公開はメンバーたちがグループとしての枠を超え、個々の才能や表現力をより深く掘り下げる一環と見られています。ファンたちは 今後の彼らの個別活動やグループとしての新たな試みに期待を寄せています。平野志耀、神宮寺ゆ太、た、岸ゆうのダンス動画同時投稿はファンを驚かせ賑やかなオンラインコミュニティを生み出しました。ファンの期待は25日の10便イベントでのメンバーたちの活動や発表に対して高まっており、これからのナンバー愛の展開に注目が集まっています。 個々のメンバーが磨き上げたダンススキルや新たな魅力を発揮する中、グループとしての新たな一面も期待され、ファンたちは今後の展開に胸を躍らせていることでしょう。